よう、メディナ、誰か探してるのか？ん？なんだお前か。まあいいか。なんだよ。ベルクーリ様から魔獣討伐の依頼を受けてな。手の空いているものを探していたのだ。そうだったのか。いいぜ、ちょうど空いてたし付き合うよ。よし、そうと決まればすぐに向かおう。それでどんな魔獣が出たんだ？虫型の魔獣が複数出ているようだ。そいつらが交易商人の行き来を拒んでいるらしい。害虫駆除ってわけか。了解。ところでメディナは虫型の魔獣は平気なのか？気持ち悪くて戦えないとかさ。お前は私を愚弄しているのか。見た目で苦手意識を持つなど剣士失格だ。そっか、悪かった。無駄話をしている場合か。そろそろ到着するぞ。なあ、いたぞ。数はそれなりにいるけど、一体一体は大したことなさそうだ。一気に片付けちゃおうぜ。そうだな。よし、行くぞ。Yeah!
ス。動きを止めるぞ。ジェネレートメタリックエレメント、ディスチャージ。よし、止めた。
全部か。ああ、どうやらそのよ。メディア、後ろだ。何？攻撃来るぞ。回避だ。いや、いける。
かメディナ。振り返りながらの素早い攻撃だ。だがまだ倒れないか。反撃来るぞ。一旦下がって体勢を整えよう。問題ない。このまま一気に。メディナ大丈夫か。くそ、倒したぞ。今のが最後の一体だったみたいだ。メディナ今治療する。これで大丈夫なはずだ。どうだ。ああ、痛みは問題ない。だが不覚を取ってしまったな。背後からの攻撃だし、反応しただけすごいと思うよ。何よりメディナが無事でよかった。反応できたところで攻撃を食らってしまっては意味がない。確かにあの場面では無理に攻撃をせずに一旦下がっていれば安全に倒せたかもしれないな。お前の言う通りだ。私はまだまだ未熟だな。そんなことはないさ。ただ俺をもっと信頼してほしいなってだけだよ。信頼か。待たせて悪かった。いや大丈夫だよ。しっかり直してもらえたか。ああ、魔獣に切り裂かれた部分は完璧に修繕してくれた。確かにどこが破れていたかさっぱりわからないよ。仕立て屋の仕事はすごいな。そうだな。メディの元気がないな。さっきの失敗のことを気にしているのか。なよし、ここは俺が。メディナ、ちょっと気晴らしをしないか。気晴らし？ああ、ちょっと移動しよう。何なんだ。やっぱり景色のいい場所で寝転がるのは最高だな。メディナもやってみろよ。気持ちいいぞ。いや、私はいい。そう気にするなよ。誰だって失敗はある。まあ、さっきのは失敗ってほどでもないけどな。ん？もしやお前、私が失敗したから落ち込んでいると思っているのか？あ、違うのか？違う。落ち込んでいるのではない。さっきのお前の言葉について考えていたんだ。俺の言葉？もっと信頼してほしいと言っただろ。あの時私は魔獣の攻撃を回避すべきだったのに、お前の忠告を無視して攻撃することを選んだ。お前のことは信頼しているつもりだったが、これでは信頼していないと思われても仕方ない。なぜ私はあんな行動に出たのだろうと考えていた。そうだったのか。悪い、勘違いして余計なことしちゃったかな。いや、いいんだ。私が勝手に考えていたことだからな。でもメディナは何でも一人で解決しようとするだろう。仲間にはもっと弱さをさらけ出してもいいと思うんだ。弱さをさらけ出す？誰だって弱い部分は持ってるはずだろ。俺だってそうだ。キリトが弱い？俺は守ると誓ったものを守れなかったこともあるし、自分の背負った過去に押しつぶされそうになる時もある。でもみんなが支えてくれたからここまで来られたんだ。きっと一人じゃ何もできなかった。自分の弱さを口にして怖くないのか？怖くないさ。メディナのことは信頼してるから安心して弱い部分を見せられる。信頼、そうか。自分の弱さを受け止めてくれるという信頼か。なかなか難しそうだな。
ん、何か物音がして。ん、どうした？引き切るとヘビだ。いや、え、ヘビって言ってもずいぶん小さいぞ。あ、もしかしてメディナヘビが苦手なのか？ああ、見た目がどうしても無理なんだ。頼むキリト、追い払ってくれ。あれ、見た目で苦手意識を持つなど剣士失格だとか言ってなかったか？あれは悪かった。見栄を張っていたんだ。登ってくれ。いいから早くしてくれ。わかったよ。あ、ほら、もうどっか行ったから大丈夫だぞ。ありがとうキリト。急に叫ぶから驚いたよ。しかしメディナにも苦手なものがあったとはな。屈辱だ。まあそう言うなって。俺は嬉しかったよ。メディナが弱い部分をさらけ出してくれたわけだし。弱さをさらけ出すってこういうことなのか？まあ事故みたいな形になっちゃったけど、嬉しいことに変わりはないよ。そうか、ならいいが。さて、じゃあそろそろ戻るか。ん？どうしたんだメディナ？キリト、もう一度だけ弱いところを見せてもいいか？ん？いいけど、なんだ？メディナ、どうしたんだ？まだ近くにヘビがいるかもしれないだろう。だから草原を抜けるまではこうさせてくれ。ああ、それは構わないけど、でもそんなにくっつかれるとは歩けないよ。悪い。しかし怖いものは怖いんだ。あっ、何か音がしたぞ。ね、そうか、俺は聞こえなかったけど。きっと近くにヘビがいるんだ。大丈夫、気のせいだよ。早くここから離れよう。また腕を握る力が強くなった。よっぽど怖いんだな。頼りにしてるぞキリト。